時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢の時間がやってまいりました。我が種子島ご出身のですね、映画監督坂口克己監督に来ていただきました。ようこそお越しいただきました。どうもこんにちは。こんにちは。皆さん監督の名前は耳にしたことあるけど、どういう方かなっていうのをですね、ちょっと自己紹介をしていただいてよろしいですか。そう、自己紹介はね、種子島に、で生まれて、はい15歳まで、はい500勝さんをやってました。はい辛いもとかさつまいも、辛いもとか、扇とか里きびですね、とか、米を作って、まあ母親家族と一緒に、汗水を流して、働いて、で15歳から種子島を離れて、それで、鹿児島に出て、それから東京、で東京ではね、22歳から27歳まで通信社にいて、全国の60社の新聞社に芸能文化記事を配信する仕事でした。芸能通信社、そうですね。それで当時荒れる若者というか、若者が荒れる中学生とか荒れてる時代があって、そこで一冊の本を書いて、誰も私に泣いてくれないという本なんですけど、誰も私に泣いてくれない、ちょっともう絶版になったんですけど、それが朝日新聞の生活家庭欄に出て、それでTBS から声がかかって、朝のホットラインという番組から、僕はテレビの企画と、まずはリポーターからスタートしたんですよね。リポーターでそれを何本かやって、まあそのうちに取材は慣れてたので、そこからディレクターの道に、まあ勝手流で。その映像の世界に今経歴をお聞きしたんですが、でもきっかけがあったわけですよね。そうですね、きっかけはですからその朝日に出た僕の記事を見て、TBS のプロデューサーが声かかってきて、まあ一緒にそういった若者のねドキュメンタリーをやらないかということで、まあそこからその世界に入ったわけなんですけど。なるほど。で視聴者の方からね、坂口監督好きな映画ってありますかって、今まで何本も見ていらっしゃったと思うんですが、18歳から22歳までは、かなりの数の映画を見ました。僕の中でのベストワンに近いものはフランス映画で「天井桟敷の人々」という映画があるんですけど、3時間の映画で、その映画は大変強烈な映画だったと思います。そうですか。その映画館にその18歳から22歳までですか、入り浸りになった理由って何かあったんですか。やっぱり都会に出てきて、自分のやっぱり孤立感、あと何か自分がどうやったら生きていったらいいんだろうというところで、いろんな映画を見て、要するに日本と西洋のですね映画の創世期からの映画を見てきて、僕の中にそういう世界観みたいなものをだんだん取り入れていったんだと思うんですけど。でドキュメンタリー映画と劇場映画っていうんですかね、その今度ですねドキュメンタリー映画を、素晴らしいドキュメンタリー映画をお作りになりましたね。最初の作品は青のとブルータワーっていうんですけど、引きこもりの男の子が自分の部屋から一歩を踏み出す映画なんですよ。自分の妹を亡くして孤立した世界にいる男の子がそのある少女との出会いで一歩を踏み出す映画で、2作目はね少年犯罪を犯した少年が母親のふるさとに行って罪と出会うという関連的な映画なんですけど、罪というものの恐ろしさに気づくという映画ですね。でまた再び希望を求め、家族を求めるという映画なんですけど、これは種子島で撮ったんですけど、これ種子島で撮ったんですね。3作目が眠りゆすりかですね、性犯罪少女の17年後を描く、いかにそこを乗り越えていくかということですね。で4作目が夏の祈りといって、長崎の被爆高齢者の希望、祈りを描いている映画、これドキュメンタリー映画です。ドキュメンタリー映画で今回は母親を描くですね、4年間撮影した抱擁、で次に9月に渋谷のユーロスペースでやる映画は劇映画で、白長スクジラに捧げるバレエといって、津波で家族を失った、少女の、姉妹のですね、幼い姉妹の、希望への旅路を描く映画です。なるほど。じゃあ早速ですね、この抱擁という映画について、ドキュメンタリー映画についてお話を伺っていきたいと思うんですが、このお母様をですね、撮るこうずっとカメラを監督自身がカメラ回していったんですよね。でこれきっかけがあったんでしょうか。そうですね、うん、僕は15歳の時から、はい、まあ、ずっと家族と離れて一人で暮らしてたんですけど、はい、で父親から電話があって、はい、まあ、母親が救急車をね、1日何回も呼ぶので、はい、ということで困り果てて僕に電話があって、で私も行ってみたら本当にもう母親が精神的に混乱をきたしてて、まあ、その前に長女ががんで亡くなって、はい、まあ、その精神的な悲嘆っていうんですかね、その感情を彼女はコントロールできないまま、はい、私も母親の心の中に何が起きてるかわからないまま、はい、まあ、ほったらかしにしてたんですよね、はい、でその時に僕がその母親を目の当たりにして、うん、それで強烈に強烈にと言いますか、その強烈に狂乱する母親前に無力だったんですけど、うん、しかしながら私はその都内に暮らしてたんですけど、はい、引っ越してきて、はい、で、母親と住み始めるわけですね。ご一緒に住むんですね。そうですね、母親と父親と、はい、で父親が、入院してですね、はい、それで母親と僕だけの生活になった時に、はい、母親が私に仕事に行かせないんですよね、うん、それは行かせないというのは不安、寂しいから、あ、寂しいからですね、寂しいからという言葉なんだけども、まあ、様々な要するにそういう老人的な鬱というのは、たった一人の大事な存在に全てを委ねるんですよ。ああ、なるほど、うん、母が委ねたのは長女であり、亡くなった長女であり、父であり、はい、で父が入院したので今度は私になるわけですけど、はい、それを私がね、全てこう背負いきれない、はい、僕は未熟なので、その時にやはり自分の中のその湧き起こる暴力の衝動、つまり暴力に行くんじゃないかという衝動があるわけですね。つまり自分が 無力で、このままずっと母親と一緒にいて、はい、つまり僕はその仕事にも行けず、はい、泥沼というふうに思っていくわけですね、はい、僕自身もつまり混乱していくわけですね、はい、そういう中でね、仕事として持っていたカメラにふっとね、母親を映してみたんですよ。つまりカメラをいじくってたんですよ、ただそこのファインダーに映る母親の姿があまりにも小さくて弱々しくて、悲しく見えたんですよね。でその時に僕は母親との距離を見つけたんですよ。それはカメラのズームレンズ、カメラのレンズなんだけども、はい、フォーカスっていうカメラにフォーカスがありますから、はい、そのフォーカスっていう距離を僕は手に入れた、それが母との関係性を保つことができたんだと思うんですけど。あ、なるほど。お母さんを深く理解するためにそのカメラを回し始めたということでしょうか。よりつまり母親に何が起きているか、つまり母親を苦しめているものの正体を撮ってやるぞというか、あ、なるほど。つまり僕らを苦しめているものをね、何かわからないけれども、期間的にはどのくらいの期間を。4年ですね。4年ですか、はい、でその概要をですね、はい、ちょっとお話しいただけますか。そうですね、はい、父親が、僕を呼んだのが2008年の5月なんですけど、はい、翌月に僕は両親の住む団地の別棟に越して、はい、でそこから一緒に生活をするんですけど、はい、父が2009年の7月に亡くなりますので、はい、2009年の2月から、2013年の5月までですね、はい、4年間、途中母親が種子島に帰るんですけど、はい、そこで母親が一つの希望を見出すまでですね。でじゃあこれが第4の人生って監督おっしゃってました。その第4の人生が始まったわけですね。このお母様との2人の生活が始まったわけですよね。自分との葛藤がすごかったんじゃないですか。うん、そうですね、親子でありながら、母に持っている、その思いを、はい、その老いて混乱する母の前に素直にさらけ出すということがいかに難しいか、つまり自分をいかに平静に保つかというのはとても難しくて、母と混乱しながら、母と一緒の船に乗るような形で、それは船というのはカメラなんですけどね、はいはい、カメラで母を記録しながら、僕と母はどこに行くともなく流れていく漂白船であったわけですけど、ある時その船が沈みかけた時にね、僕はその救命ボートのようにカメラを手にしたと思うんですね、でそういう段階でですね、父が亡くなり、はい、で母の種子島に住むおばが、はい、僕らにまた救いの船を差し伸べてくれて、はい、僕らは躊躇なくその船に乗ってしまったということですね。それが行き着く先は種子島だったということですね。乗ってしまったっていうよりも、その救いの手を求めたことによって監督自身も救われた、そうですね、ということですね。そうです、まあ、この映画を、うん、その結果として映画になってるわけですけど、はい、その撮り始めた時は、先ほど申したように、映画を撮ろうと思って撮ったわけじゃなくて、はい、つまり自分が藁をつかむように、先ほど救命ボートと言いましたけど、救命ボートをつかむようにして、はい、まあ、カメラを回すわけですね。ですからそこに映ってるのは本当に自分でも想像できないものが、ごく詩的なものが映ってるわけですけれども、はい、しかし母がですね、種子島に戻って先ほど言われたように育てられてるっていう、とても僕はいい表現だと思うんですけど、大地に育てられ、近所の人に育てられ、また島の風土、風、海、さまざまなものにこう彼女が育てられて、自分の中の40年間過ごしたね、かつてその自分の中にある愛しいそのふるさとの力によって、彼女はその育てられて再生していくわけですね。でその時にね、母親がある日ね、この映像をね、今デイサービスで帰っている、その老人ホームのね、人にも見せてくれないって言ったんですよ。それでね、あ、そうだなと、撮ってるものはね、見せられることができるんだなってふっと思ったんですよ。そうで、じゃあ見せようかと、母ちゃん、じゃあちょっと編集してみるからねと、いうところから、映画が始まったというようなことですね。あどけない話ですけど。いやいや、お母様をですね、再生させた10の言葉っていうのにすごく感銘を私は受けたんですが、その10の言葉っていうのを監督の方からちょっと説明していただければ嬉しいですね。わかりました。はい。ですね、これは母の生き方からというよりもですね、母がその老後とですね、その悲嘆の苦しみから立ち直らせた、いろいろな人の力によって、そういうことも含めて、この4年間で僕が見つけた言葉と言いますか、浮かび上がった言葉なんですけど、1番目、一人の信頼できる友を持つ。いいですね。母の場合は長女がいて、父がいて、そして私がいて、しかしその別に肉親に限らず、団地の近所の人であるとか、また映画には出てきませんけれども、種子島の近所の人であるとか、親戚、さまざまな人たちに助けられたわけですけど、しかしながら重要なのは一人の信頼できる友を持つということですね。で、2番目は他者を部屋に招き入れる。これはやはり自分の部屋にいることがやっぱり孤立する、孤立というのは本当に底なしの地獄に落ちていくことなのでですね、それを防ぐためにとにかく勇気を持って自分の部屋を扉を開けると、他者を招き入れるということですね。で、3番目は一つの出来事をノートに書く。これは母は日記をずっと書いてたんですけど、よほど苦しい時でなければ、本当に数行程度なんですよね。息子が今日は帰ってこないとか、こういう料理を食べたいとかですね、そんな風なことなんですけど、それは自分を記録することはとても重要ですね、文字によって。で、4番目は1日に1食手作りの料理を作る。これは母は料理を作ってましたので、やっぱり料理は命の根幹なのでね、それを忘れないために、また五感を刺激しますから、料理を作るということを忘れないということですね。で、5番目、ペットを飼い、花を育てる。団地の場合はペットを飼いませんけれども、花を、生き物をですね、自分の部屋に一緒に置くということですね。6番目、人の輪の中に入り交流する。その一人の人間とだけですね、関わっててもこれは限界がありますので、やっぱりさまざまなその社会を取り入れる、人と出会うこと、自分のその老いたもの、心の中にですね、社会を取り入れるっていう意味でデイサービスであるとか、いろいろなより多くの人のいるところに入るということが大事だと思います。で、7番目、ふるさとに一度は帰る。これは物理的に帰ることが一番いいんですけれども、自分の心の中にあるふるさと、方言であるとか、田舎の料理を食べるとか、さまざまな意識してですね、昔のアルバムを見るとか、常にふるさとというか、自分を育ててくれた場所、土地、そういうものを意識して取り込むということがとても大事じゃないかと思います。で、8番目、ユーモアを忘れない。この映画の中でも笑うシーンはいくつかありますけど、人は追い詰められた時にね、客観的に見るとそれは非常に滑稽だったりすることがあるわけですね。で、そういうのを誰かが指摘したり、ためにもそういう一人じゃなくてですね、自分を見守ってくれる人の存在が必要だと思います。ユーモアということですね。で9番目自分を励ます愛称歌を持つ、はい、これはですね映画の最後に母親が歌っているのは、人生の並木道、はい、泣くな妹よという歌なんですけど、まあ、歌を出さなかったのはやはりジャスラックでね、はい、お金がかかりますので、はい、それは音源は出してないんですけど、だから口ずさんでるシーンが出てたんですね。そうですね。母はたくさんの歌を青春時代に自分を育てた歌を歌ってましたので、まあ、そういう歌をということですね、はいはい、まあ、もちろん草切る節もそうですね、はい、で10番目愛する人のために生きる、はい、これはとても大事だと思うんですけど、はい、人はただ自分のために生きてるわけではなくて、はい愛する人、はい、つまり母にとっては、うん長女であり父であり私であり、はい、また今はおばであるわけですけど、はい、そういったその誰かのために生きるということがとても大事じゃないかと、まあ、この10のことを私は思い浮かべました、うん映画の最後のところ、まあ、終わった時にですねお母様が舞台挨拶をなさいましたもう元気な姿になってるのにそうなんですよ、はい、もうびっくりしたんですがあそこまで再生できると想像しましたか？いや全然わかるんです。6年前のちょうど、今頃なんですけど、うんはい、やっぱりもう大変な本当に、まあ、僕らにとっては地獄みたいなところだったので、はいそれが6年経ってね、はい、もう全く少しの弱い精神安定剤を飲みますけれども、うんはい、記憶はもう鮮明だし、はい微笑むし、はい全く信じられないです。あ種子島の方がたくさん聞いてくださってます。どうぞメッセージをお願いしてよろしいですか？そうですね、はい、今母親が本当にお世話になっています、うん、やっぱり私も母親もやはり最も苦しい時を種子島の人たちまた種子島の土地、うん、種子島のさまざまな自然に助けられて今ここにいることを本当にありがたく感じています、うんこの映画抱擁という映画をですねぜひ皆さんに見ていただきたくですね、ちょっと告知をさせていただいてよろしいでしょうかね。まず4月の25日からも常に放映しております4月25日から5月の29日まで東京シアターイメージフォーラムで6月の13日から7月の10日まで大阪シネマヌーボーでしたっけねはいそして7月の18日から7月の24日いよいよふるさと鹿児島に行きますね。鹿児島ガーデンシネマこれはちょうど1週間なんですね。名古屋シネマテイクは、初夏ということでまだちょっと日にちは決まってないんですね。坂口克美さんって弾けばもう出てきますのでねそこで映画抱擁のフェイスブックそうですねチェックをしていただいてぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。そして、5月の16、17日とイベントがございますよね。そうですね、うん、この抱擁の公開を記念して、うんはい僕の映画をですね、はい、夏の祈りと眠りゆすりかと、はい、渋谷で上映会を開きます、はい、これもフェイスブックで、抱擁を見ていただければ、はい、応募の仕方とか出てますので、はい、ぜひご覧になってください。そうですよね、はい、そして5月21日なんと10時半からすごいですね新垣さん。はいそうですね、うんうん、ゴーストライターということでね、名を馳せた新垣隆さんをお招きして、はい、劇場トークをやります。劇場トークをでこのテーマは何でしょうか？テーマはね、老後と、うん愛しい人を亡くした時の、うん、精神の後遺症というのを悲嘆と言いますけど、はい、老いの問題と悲嘆と、はい、それが音楽はいかに、それを行為をする力があるか、つまり、音楽の力ですね、それを話したいと思います、新垣さんとそのトークをですね5月の21日の木曜日ですね10時半からこれもシアターイメージフォーラムでそうです、はいぜひこれお申し込みいただいてそしてご参加いただければなと思います。で私の希望としましてはね、はい、ぜひご自分のふるさと種子島でぜひちょっと放映をしていただければ嬉しいなと思うんですが。そうですねやっぱりこの映画は全編種子島弁の映画なので、うんうんはいまあ、日本語字幕がついてます、うんはい、だからそういう意味でも、まあ、あと先ほど言ったようにやっぱり種子島のね、うん、が僕と母親を、うんはい、育ててくれて再生してくださったので、はい、その恩返しも含めて、はいまあ、種子島もぜひね、はい、ご覧になっていただけたらと思います。 そうですね、そのための努力をねしたいと思います。そうですね、はい、では本日ありがとうございました。どうもありがとうございます。